本日のお客様はジャーナリストの長谷川幸宏さんです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いいたします。それでは長谷川幸宏さんのプロフィールご紹介します。 長谷川さんは1953年生まれ千葉県のご出身です。慶應義塾大学経済学部を卒業され、中日新聞社に入社。東京新聞経済部へ移動され、ジョンズホップキンス大学高等国際問題研究大学院で国際公共政策修士をお取りになり、養殖を歴任され論説委員に、去年3月に定年退職されて現在フリーのジャーナリストとしてご活躍です。愛妻家でスキーの腕を 出前はプロ級だとか、ね、スキーはプロ級とはとても言えず、うん、まあ一応、指導員免許を持ってるんですけど、えで加えて言っとくと、愛妻家とも言えるかどうかっていういや、そこはね、一番正しいと思すね素敵ですね。<laughs> いや、本当かな <laughs> いやいや、本当なんとに。あの、まあ、<れ>そういう、ねで、でも、ともかくね、えー、まあ、今日はですね、政治から経済まで、幅広い解説と、えー、論評でですね、本当にですね、えー、日本のメディアでは定評のある、えー、ジャーナリストの、ね、肩書きジャーナリストでいいんですよね。長谷だ、そえ、ささんに、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい、えー、早速ですけれども、今手元にあるんですけどね、えー、2019年、今年ですかね、えー、見通す本を出された。 ということなんですけれども、えー、ちょっとそれ紹介してもらいたいんですけど、はい。明日の日本を予測する技術。権力者の絶対法則を知ると未来が見えるというタイトルなんですよね。これで予測できるんですかこの本を読みば予測できると思いますよ。<laughs> はいはい。でもね、あの、ちょっと拝見させていただいたんだけれども、はい、あの、意外とこのハウツー本っぽく作ってますよね。まあ、ハウツー本の体裁で、中身は政治経済、それから国際関係を解説したと。えー、まあ、そういう。 でもそういった点でいうと、第一線の,あのジャーナリスト、新聞記者って、こういうふうに情報分析していくのかっていうのが、手の内をさらしちゃったように思いうまあでもね、ええ、あのこういうふうに見てるジャーナリストって、実は私の収穫時、ほとんどいないですね、ジャーナリスト、特にあのこう、まあ、言葉言い方あれですけど、左にこう傾いた人たちは。うん 自分がどうあってもらいたい、日本なり世界なり、あるいは国際関係、中国と北朝鮮との関係をどうあってもらいたいっていうことが、 かなりあって、そのプリズムで、うん、あの、その、なるほどね、世界を見てるから、大体、うん、いい歪んじゃうんだと思うんですよ。逆算して、結,、えー、結果からというところですかね。あの、まあ、例えば、あの、今中国のこと、去年からすごい問題になってますけど、うん、中国については、うん、あの、なんとなくシンパシーを抱いているし、うん、かつね、まあ、この本の中でも書きましたけど、日本のマスコミはね、基本中国の悪口はあまり、 言えませんねはい、はい、えどうしてかというと、水沢さんなんよくご存知だと思うけど、うん、もう中国は日本中国の政府のことを悪口言う、うんうん、ジャーナリスト、これは日本に限りません、はい、アメリカもそうですけど、うん、そうするとしっぺ返しにあって、 もう最悪の場合は、例えばビザの更新拒否される。うん、これ実際にあったことです、うん、で、2012年にニューヨークタイムズとブルーンバーグが、うん、あの当時のオン・カホ、はい、首相の蓄財問題を書いたら、うん、もう疾病返しにあってビザ更新を拒否されたと。うん、その事件がありましたから、あのー、まあ、そういう,う経験を踏まえると、なかなか日本のマスコミって中国についてはあまり厳しく言えないっていうバイアスがかかりますね。うんうんうん あの、私たちのようなね、長谷川さんとか私のような仕事をしている人たち、まあいろいろいますよね。で、肩書がいろいろとあるの分かる肩書の違いっていうのかな。え長谷川さんの場合、ジャーナリスト、僕もジャーナリストなんですが、それと経済評論家とか政治評論家、<ー>評論家って言われてる人たちもいるじゃないですか。そ,すねうん、その違いってなんだか分かるえな、ー、んだろう。 明確な、はっきりとした違いがあるわけですよね。うん、あのー、そういった点で言うと、どうなんでしょうね、長谷川さん。私たちは、ええええ、取材っていうことをベースにしますよね。うんうん、まあ、取材と、それから事実関係が、うん、要するに事実関係がどうなってるかっていうことが取材そのものなんですけど、うん、まあ、そこから見ていくわけですけど、まあ、評論するっていうのは、うん、あの、それよりも自分のポジションが先にあって、 それで何か物事を語るっていう、そういう違い、言いたたかっこと加えてどうですかね、新聞記者でもね、デスク以上になってしまう、例えば長谷川さんのように論説委員だとかになってしまうと、ほとんど取材源、情報源に当たらなくなりますよねそうねそういった状況の中で、今でもそうなんだけども、きちんと情報源に当たっておられるっていうのは、これ、結構大変なことであるけども、すごいことですよね。そこだわりですか こだわりっていうかやっぱり、いや、あのー、何からないまで、1から10まで全部聞いてるってことではなくて、うん、本当にここはど、どっちなのかなっていう時は、あの、まあ、確認するっていう作業は、うん、ま、しますね。うん、まあでもね、正直な話、まあ、多分スパイなんかの世界でも一緒だと思うんだけど、今、世界の秘密情報って実はすごく少ないんですよ。 もう95%ぐらいは実は公開されていて、それをどうやって読み解くかっていう、そういう競争なんですよね。うんうん、実はスパイとか、情報分析の人たちの世界っていうのは。うんえー だからまあ、ジャーナリストも、そう、そういう作業を経て、その上で、あまあ、あの、本当の権力者に聞く。まあ、ここで書いた権力者で名前を挙げている方で言えば、まあ、もちろん安倍総理だし、うん、あるいは菅官房長官。と、うん、いうか、この二人しかいないと。で、まあ、今お話の出てきたね、菅官房長官に関するくだりをね、<ー>え関して言うとですね、 あのー、こういうところが出てくるんですよ。えー、菅官房長官が記者会見で重要なヒントを与えた例は他にもある。うんえー、例えば2014年5月の日朝合意に基づく北朝鮮による日本人拉致問題の特別調査委員会の立ち上げ。うん、まあ、この委員会の立ち上げっていうのは非常に大きなニュースになるはずだったんですけれども、ただ、えー、この日、ね、開きますよって公式的に、うんえー、公表する前にヒントを出してるんですよね。うんうんうん それはあの、4大臣会合を開きますと。4人,4人の大臣、外務、はい、大臣、防衛大臣、<え>総理などなどを含めて、<え>開きますよっていうことをか、記者会見で、官邸の記者会見で、菅長官が喋ってるわけですよ。うんうん、普通、4大臣会合って安保問題のものすごく重要なものでなければ、開かれないので、それを開くっていうことは、これは相当何かものすごく大きな出来事があったはずだと。 ピント来ておかしくないんだけども、残念ながらそれはどういうことなんですかということは追求した人はいなかったと。うん、で、それを後で、まあ、菅さんが10回するんですけども、おあれ、あれ、実はヒントを与えたつもりなんだよねと。うん、でも、誰も聞いてこなかったんだよねと。うん、おというふうに、まあ、おっしゃってました。うんね で,でもね、どうなんですかね。あの、おそらく、長谷川さんが現役時代で。はいはい、私も今度現役なんだけれども、はい、あれ普通聞かない新聞記者、そのあたり、うん、あのね、多分ね、あの、官邸のクラブには、まあ、100人とかっていう、100人以上の記者がいるので、そこで質問すると、やっぱ全員に分かってしまう。ので、はいはい、私だけが後でこっそり聞きたいという心理はみんな働きますよ。うん、つまり記者会見っていうのはもう公のもので、もうインターネットで公開されてますから、 あだから、そういう心理も働いたのかもしれないんだけど、うん、それにしても、後でもう一本、長官、あの四大臣閣悟ってどういう意味ですかと。 例えば電話かけて聞くとかっていうことはあり得たと思うし、実はね、菅さんはそれを期待してたんですね。本当に。まあこの本の下りからすると期待したよ期待してた。かなりの程度。その手のことはよくあるんですよ。あの、菅さんの場合。ところがそこに誰も突っ込んでこなかったんだよね、と。まあ同じような話、消費税の増税の問題でも、まあ延期するっていう決断を一回してるわけです。二回してるわけですけど、その時もそれに近いような品 ポイントをまあ出している、うん、まあそれからまあ本にも書きましたけど菅さんはちょっとこう、うん、ある種こうお茶目なところがあって、はい、何かそういうことを言う時は顔がねニヤッとね、うん、ほころんじゃうんですよ、あの実は。うん、そこにもか、うん、書いてますけど。 あの必ずまあ菅さん、それはまあ,ある種こう駆け引きだと思ってるから楽しんでいて分かるかな、このヒントみたいなニヤッとしちゃうんですよ、それがねその会見でもまあ出た消費税をめぐる会見でもあの出たこともありましたね。それはな どうなんでしょうかあの、やっぱり、記者のレベルが下がってるんですか、はいまあ、レベル下がってるっていうことも言えるし、うん、それから今の新聞記者、あの記者会見ご覧になればすぐわかる通り、うん、みんな下向いてね、発言をそのままコンピューターに打ち込んでるんですよ。表情なんか見てない。はいはい、顔見てない。うん、もう言ってることをそのまま、あの、取り的って言うんですけど、うん、テキストに取らなきゃいけなくて、で、終わった瞬間にそれをデスクに流さなきゃいけないっていう作業が、うん、もうどの社もみんな義務化されてますから、うん あのはっきり言って自分の頭で今の発言は何だったんだろうというふうに考えたり、うん、あるいは相手の表情を見読んだりっていうことは、まあ、今ほとんどないです、ね、でちょっとね、話が、ね、横にそれるんですけれども、はい、あの2019年、はいまあ、いろんな意味で、これ、はい、ターニングポイントの年になるのかなと思うんですけども、はい、長谷川さんなりにこの2019年というのは、どんなふうに位置づけてますか。 大激動の年だと思うんです。で、それの一番の軸になるっていうか、ポイントは、今年6月に大阪で開かれる G20 首脳会議、あの時にプーチン大統領が来日します。で、もしかすると、その時に安倍総理との間で、 日,日露の平和条約について大筋合意ということもあり得るうる、ん、そうすると歯舞イシコタンの返還に目処が立ってくるわけですよね、うん、今そういうふうにあの動いてますから、うん、で総理も去年からあの今年の1月のモスクワ行って6月の G20 というそういう流れでずっと来ていて、うん、オポリオド問題が急速に今動いてますよね。うん で、もし6月に,に、ハブマイシコタンにメド、返還にメドがつくということになったら、これは7月の参院選がダブルになる可能性がとても高いと思うし、まあ私自身の意見を言えば、私はダブルにしなければおかしいと。 思います。なぜかといえば、今動いている話は、歯舞コタンですよね。でも、世の中には、国シレトロフはどうなったんだよと。うん、4島返還を放棄するのかと。こういう議論がもう去年からもうずっと出てます。でも、それがもし、歯舞コタンということで決着し、国シレトロフが棚上げということだとすれば、まあ、この可能性が高いと思いますけど、そうだとすれば、こういうふうに合意しつつありますけれど、国民の皆さんいかがでしょうかと。 うん、いうふうに、総理の立場では国民の意見を聞かなきゃいけない。聞くべきだと。うん、聞かないで合意するとちょっと私は踏み込みすぎだと。うん、いくら政権とはいえ。と思うぐらいなので、うん、私はダブルになる可能性は高いなと。思いますね。これが一つ目ですね。それから同じ時期に、あの、消費税、今年4月どうするかっていう話がありますね。この話の行方も非常に注目される。それからもう一つ、さらに踏み込んで言うと、 日本人拉致問題ですよ。これも動く可能性が実はあると、私見てるんです。うん、どうしてかっていうと、あの、さっきのロシアとの北方領土問題と同じですけど、うん、なんでここに来て急速に北方領土が動いたかっていうのは、実はアメリカと中国の冷戦、これですね、うんえー、これが一番大きい。つまりアメリカと中国が大喧嘩した中で、うん、プーチンはどうしよう。 中近平につくのか、それとも日本やアメリカとの関係を良くしようと思うか、どっちだと言うと、うん、私は実は後者で、 習近平との関係はあるけれど、習近平とがプーあのトランプ大統領と大喧嘩を始めたならば、むしろここで日本とアメリカとの関係を改善しようというふうに思うんじゃないかと、プーチンは。それが北方領土ということで動いた一番の大きな理由だと私は思うんです。でも全く同じメカニズムが実は北朝鮮の問題でもあって、キム・ジョーンはこういうふうに中国、アメリカが大喧嘩を始めるとどうしようと。 中国の習近平につくのか、はい、それともトランプ大統領との関係を改善するのか。あ私は実はここも同じメカニズムで後者だと。うん、つまり、実はね、金正恩だって、習近平の親分面にはね、うん、もう元々頭に来てるわけですよ。うん、皆さんもうすっかりお忘れかもしれないけど、うん、実は去年の3月以前は、 あの北朝鮮と中国の関係っても完全に冷え切ってたんですよ、はいうん、ものすごい。で、このミサイルっていうのは、実は北京にだって焦点合わせられるんだぞっていうふうに言うがごとくぐらいの冷え切った関係だった。うん、あということを考えればね、ここで金正恩も実は習近平との距離を取って、アメリカのトランプ大統領と非核交渉を進めるという選択肢は十分にあるなとそうなると。 日本の拉致問題も動いてくる可能性があると。うん、なぜかといえば、非核化の代償は何かっていう話ですよ。金正、うん、にとって非核化の代償はもちろん経済協力、金ですよ。うん、金。この金はどこから出てくんのと。アメリカですかと。アメリカはもうトランプ大統領出さないってもう二度もはっきり明言してます。うんうん、アメリカは一戦も出ない。となったら出るのは中国と 韓国と日本なんですけど、うん、このうち一番心置きなくお金をもらえるのは実は日本なんですよ。うん、なぜか。日本はもう韓国に優勝無償合わせて5億ドル、うん、経済協力払ってます。で、となれば北朝鮮との間でも平和条約っていうかまあ国交を樹立するようなことになれば、 あの、当然日本は北朝鮮に何がしかのあ経済協力のお金、マネーを払うことになるわけですね。うん、そうするとその裏側で拉致問題は解決しなければならないと。うん、総理はもう繰り返し明言してますけど、拉致問題が解決しなくて、はいえー、北朝鮮との国交樹立するってことは、これはあり得ないと、うん、明言してますから、ね、で、加えて経済支援、経済協力もありえないと。ありえない。これは明言してますからね、うん。それも確かストックホルム合意でしたかね。うんね でそうすると、国際情勢が激変するっていう、ああうう大きく動くっていう,そうですことでしょうね。さらにね、あの、ちょっと私ばっかり喋って申し訳ないけど、えー、もう一言つやか加えさせていただくと、うん、こういうことはかつてね、米ソ冷戦中にも起きたんです。うん、アメリカとソ連が冷戦状態だったことは皆さんご存知だと思いますけど、あの時に中国はどうしたか。中国はソ連についたのか。うん、同じ共産主義国として。実は違うんですよ。中国は、 アメリカとの関係を改善どころか国交樹立したんです。それはいつだったか。1972年ですけど、あの、当時毛沢東首相が4人の将軍を集めて、今アメリカとソ連が冷戦してると。で、俺たちはこれからどうすべきかって意見を、愚信を求めたわけ。うん、そしたら4人の将軍は全員一致してアメリカとの関係を改善すべきだと。 いうふうに言って、毛沢東はそれを採用し、それで実はニクソン大統領を招いたんですね。うん、あれはニクソンが行きたかったというよりも、毛沢東の側がニクソンに来てもらいたかったんですね。うんうん、で、それによって実は中国はソ連を、隣のソ連を牽制しようとしたんですよ。うん、つまりあの時、現実に国境紛争もあったし、うん、それから核兵器ももうソ連がはるかに積み上げてたので、うんえー、このままだとソ連に ずっと共産主義の兄貴面をされて、自分は古文にずっとならざるを得ないと。このことが中国、モタクソにとっては、あもうどうしても承服できず、そのためにソ連を継戦するためにニクソンを招いたんですね。うんはい、だからそれと今ちょうど役者が同じなんだけど、入れ替わって今や中国とアメリカが大喧嘩。だったらロシアのプーチンはどうすると。 私はプーチンは、今のこの経緯はもちろんしっかり分かってますから、うん、私はもしかしたら、プーチンはあのこのサイトばかり、あのしっぺ返しじゃないけど、うん、中国に対して距離を置き、アメリカに近づくという可能性ですね。かなりね、リアリズムな解説なんですけれども、はいはい、そのあたりをもっと詳しく知ろうと思ったら、この本書はい、はい、書いてあす <laughs> 書いいいいててああるすはは全部書いてあります。 ちょっと話まだ変わるんですけどね。はいはい、組織ジャーナリズムからフリーランスの組織によらないジャーナリズムに変わったわけですよね。はいはい、そういった中で、これから何をやっていきたいですかうん、まあ私は、あの、ジャーナリズムっていう定義に関わる問題だと思うんですけど、うん、日本の、あの、 いわゆるジャーナリズムって、よく権力を監視するのが仕事だと。ジャーナリズムの使命だというふうに言うんですよ。私はそこの定義がもう間違ってるなと、実は思うんです。あの、まあ、監視してもいいですよ。監視しても、監視は大事だけども、本当のジャーナリズムの仕事って、あの、自分自身が自由に独立して物事を考えて、それを、あの、世間に問いかけていくっていう。 そういう役割じゃないかと思うんですよ。それは時には政府の考えと自分の考えが違うことがあるので、それは批判するっていうことにもなるんだけど、うん、実は同じように政府の考えてることと自分の考えてること,と同じになる場合だってあるわけですよ。それこそが私、実はジャーナリズムの自立、あの自ら寄って立つという意味での自立だと思うんですけど、あのー、日本の特にサハメディ・マスコミの場合は、 あの、とにかくひたすら権、政府権力を監視し批判するのが俺たちの仕事と。うんうん、もしね、そういうふうに定義してしまったら、まあ、まあ、起、まあ、らないと思うけど、例えば立憲民主党が政権にいたとします。うん、そしたら今度は立憲民主党をものすごく批判するんですかということになってしまいますよね。うんうん、そうじゃああなたたちこう、自分の理想とするというか、自分の考えるあの国家なり世界関係、国際関係はどうなん、うん いいいいつつだっってて政府に反対すする私とととううことでででではは全然いつまで経っても僕は自立できないと思うんですだからそうじゃなくて、私は政府もある、あの、いろいろお考えあるでしょうけど、私はこういうふうに見えますよと、こういうふうに考えますっていう、そこを言っていくっていうのが一番大事な仕事だと思うんですね。残念ながらね、ジャーナリ日本のジャーナリスト多くは自信がないんですよ。自信がない。だから、 ある意味、政府の言ってることばっかり言ってるところもあるんですよ。実は発表文を書いて、それを横の発表文を縦文字に直してるような、そういうところもあると。でも、時々、ひたすら政府を批判するのが、あの、自分たちの仕事と。両方とも私間違ってて、うん、あの、政府はこういうふうに考えて、こういう今、法案を用意してるよね、と。うん、じゃあ自分はどう考えますかっていうところが、本当は一番大事な仕事だと思います。 今のお話から、相当この仕事好きなんだろうなということが伝わってくるんですが、一点、最後に点点、もし新聞記者、ジャーナリストになっていなかったら、どんな仕事してました難しいね、それは。そうじゃなかったら。そうじゃなかったら。何やりたかったでうん、そうね、私が一番楽しいのは、スポーツやってることなんだよね、実は。 で、まあ、冒頭にありましたけど、えー、スキーの指導に取ったのも、うんうん、実は老後、えー、もう何もやることなかったら、山にこもってスキースクールの先生やって暮らすかと、<ー>実は思ってたぐらいなんで、うん、まあ、スポーツだな。 この5本も、です、ね、明日の日本を予測する技術、はい、その政治のことももちろんですけれども、ビジネスとか、就活だとか、うん、そういう,こう壁にぶつかっている方も、ヒントになることが散りばめられているので、つまりね、一緒なんですよ、えー、結局、共通するんですね,あのねあの政治もビジネスも、私、かなり一緒にやっぱり日本、人間がやってることなんで、はい、一緒なんですね。で、ビジネスも、こう、あるべきだ っていうふうに思ってやると大体間違えてしまって、政治もあるべきだろうんで言うと間違えてしまうと。そうじゃなくて、現実の中で今何が求められていて、何が少なくともこれぐらいだったらできるかということを考えるっていう意味では、内閣総理大臣の仕事も会社の社長の仕事も私は一緒だと思うんですよ。もう一つ欲しかったな。はい、今はね、東今婚活なら恋活してるんで。 恋活にも役立つ本にしてほしすんですか役立つんじゃない私もありとあらゆるシナリオを用意してデートに臨むように。そう、それはすごい大事。つまり、そう、相手の立場に立って考えないとシナリオって実は作れないから。多くの人はみんな自分のことばっかりなんですよ。そうじゃないんですそういうやつですから、自分のことばっかり。2019年生まれ変わりましょう。戦略的にね。そうです。 お願いしますよ。どうもありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。本日のお客様はジャーナリストの長谷川幸洋さんでした。ありがとうございました。